まあ、ルールを最初に少しだけ説明させていただきますけれども、まあ、とりあえずなんかもう 手をこう何の人とか言いますので、まあ、そしたら恥ずかしがらずに手を挙げてください、はい、であともう一つが、今みたいにこうシェアタイムみたいなのがありますので、基本的に休憩は取りません。なのでシェアタイムって言われてで、まあ、その時にトイレ行きたいとか、ありましたらもうその時から行っちゃって構いませんし、まあ、セミナー中にもうどうしても我慢できなかったら普通にそのままさっと行っちゃってもらって構いません。であとスマホなんか、どうもこんにちは。あ、ここに来てもらいましょうか。あ、すみません。であとスマホの方ですね、マナーモードにしていただくと、まあ、別に電源切らなくてもいいです。マナーモードの方だけよろしくお願いします。はい、ということで、本題に入りたいと思います。で、先ほど、ですね、藤原さんの方からもおっしゃっていただきましたけれども、まあ、ブログと Facebook と Twitter 今日喋ります。ただ、まあ、最初はですね、全体的な構造と、あとはその一番最高の状態を喋ります。最初にで、実際に私もいろいろ教えたりとかいろいろセミナーやったりしますけども、実際に全部最高のものを教えてじゃあやってください全部できないので、最後にこれだけはやってくださいみたいなことを実践に落とし込んでやっていくというような流れでやらせていただきます。で、先ほど藤原先生の方から教えていただきました、まあ、紹介の制度ですね。で、まずそもそも、まず稼ぐ、まあ、やるですね、まあ、バイナリーオプションを、まあ、実行する、この方法ですね。で、まあ、今から結構いろいろな難しいことを話すかもしれませんけども、すごいシンプルに考えてほしいので、最初に話をしますが、まあ、行動してもらって、まあ、それを SNS に、自慢じゃないですけど、まあ、アップしてもらって、まあ、やりましたで報告でいいです、最初で報告してもらって、でそれに興味が出てもらった方、まあ、一応これがお客様になりますけども、でお客様興味を持ってくれた方を、じゃあさんに紹介する、まあ、こう単純にこれだけです。こう自分でやって SNS に投稿して、で、その興味を持ってくれる人がいたら藤原さんに紹介する。本質はこれです。なんで今からいろんなことを言いますけども、基本はこれなので、そんなに難しく考えずに聞いていただければと思います。はい、それではまず、第一章ですね。マーケティングについてということでちょっとお話しさせていただきます。で、あとですね、基本結構メモったりするとも思いますけども、そんなにまあメモらなくてもいいです。で、後で今回これ動画も撮ってますので、後で復習することも可能ですから、どちらかというと、まあ、私の言葉をしっかりと聞いて、で、まあ、自分で落とし込んでもらいたいっていうのが僕の望みですので、まあまあ、めちゃめちゃバーって書くというよりは、まあ、ああなるほどそうなんだ、でちょっとやってみようみたいな、まあ、そういう感じで進行していければなと思います。で、そもそもマーケティングって何ですかっていう話なんですけども、マーケティングとは何だ、何かちょっとなんか分かる範囲で言ってます。営業するにあたって、はい、情報を取って、その営業をするにあたって、それを円滑にするっていう。あ、円滑に、はい、営業を円滑にする、はい。あ、ありがとうございます。それも全部正しいです。なんかありますか、マーケティングって言ったら何みたいな。販売戦略。あ、販売戦略。はい。じゃあ、そっちの方どうぞ。見込み客を集めて、それで、まあ、見込み客をランク付けする。見込み客を分ける、ランク付け。あ、ランク付けしていく。今すぐなのか、はい。どういうお客様か。あ、はい。ありが
ありがとうございます。で、あの3名ともあの正解なんですけども、めちゃくちゃ本質的な話をします。お客様を救うことですね、単純に。そもそもビジネスっていうのは、あと何か人に物を提供するわけじゃないですか。誰かに買ってもらう、商品やサービスを買ってもらうので、その人たちの悩みを解決するものでなければいけないわけですね。で、その人たちの悩みを解決するために、商品やサービスを販売する。で、商品やサービスを販売したいけども、あの販売戦略がどうしようか、まあ、リアルで営業するのか、なんか交流会行くのか分かりませんけども、まあ、それでその中の一つのツールとして、まあ、マーケティングっていうものがあって、でインターネットを使うっていうことは、そのインターネットを使ってその悩んでる人を、私自分のサービス、自分がいいと思ってサービス販売するわけですから、あのとりあえず買え、ガハハ儲かったわ、やったみたいな感じじゃないですか。そもそもそれをあの払拭しないと、結構こういうどっちかというと投資とか、あのこのコンサルとかっていう業界は、あの紹介するってだけでも結構マインドブロックかかってしまいます。これをそもそもあの意識にないと、とりあえず売ればいいやとか、とりあえずなんか自分稼ぐためになんか売りつけて、もうイエーイみたいなそういうのが基本的に考えたらいけませんよっていうことです。で、それをやってしまうと、あの基本的に、まあ、あの結構某有名なね、なってしまいますし、まあ、あれはあれでいいのかもしれませんけども、まあ、本質はここですということです。で、結局この後もね話しますけども、これはあの最終的にこうあのお客様を自分でセールスするってい まあ、対面でですね、まあ、セールスやったことある人ない人いるかもしれませんけども、対面でセールスするっていうことに、まあ、そもそもあのマインドブロックがかかっていると紹介もできないんですよ。紹介もできないので、そこをまず取り払っていただきます。で、僕の事例で言うと、僕はですね、ずっと飲食店だったんですよ。で、インターネット業界に入ったのが3年前ぐらいです。で、それまでもう10年ぐらいずっと、あと和食、築地で和食をやって、本業でフレンチをやって、その後ラーメン屋やったんですけどもうずっとあのセールスをするっていう機会が全くなかったんです。だから、その初めてこういう自分で会社を立ち上げて、まあ、お客さんね、それ営業もしなければいけませんし、最初の方は自分もバーッて営業してたんで、そういう風にやってる時に、まあ、なかなか僕もそこが取れなかったんですよ。取れなかったんで、コンサルティングを売るっていうこと自体にマインドブロックがかかってて、もう全然売れなかったんですね。で、私もそのある人から、ね、聞いた言葉で結構劇的に変わったんですけど、まあ、こういうことですよ。これが本質的にないと紹介もできないし、商品販売もできない。だから本当にいいものと思っていただくことがまず大前提ですね。で、本当にいいものを売るためにはどうすればいいのか。じゃあインターネットマーケティング使おうっていうような感じなんですね。で、例えばブログとか、私はなんか PPC とか、リスティング広告っていうとやつとかも、まあ、結構代行でやったりとかするんですけども、そういう人って要はその Google さんを検索して、それを見つけて、なんか自分の悩みを解決しようと思ってそのサイトにアクセスするわけじゃないですか。例えば、僕がそのめっちゃニキビできちゃったとしてですよ。で、なんかもう28でなんかニキビめっちゃできて、どうしようってポツポツみたいな、このままじゃモテないみたいな、そしたら病院に行くか、まあ、なんかその化粧品を探すわけですよ、治るやつ、うん、そしたら僕は Google で間違いなくニキビ治る方法って検索するんですよ。そうするとニキビ治る方法いっぱいサイトとか出てくるじゃないですか、広告とかで、そこでクリックして、なんか長いセールスレターを見て、でこれは本当に効くのかなとか見て、こうバーってやって、でって言ってポチッとするわけですよ。で、この原理を理解するのがマーケティングっていう感じですね。なんで皆さんがこれからやるのも同じことです。だからブログも検索エンジンで引っかかりますし、全然余裕で引っかかりますし、例えば今回バイナリーオプションであれば、バイナリーオプションでなんか誰かのね、他の変な人に乗った
えばなんか教えなんかコンサル払って広告のものを払って全然何も稼げないみたい なんかそういう人たちが、でもバイナリーオプション稼げたらどうしようみたいな感じで、例えばバイナリーオプション稼げないって検索する、多分私が高額でなんか変な人にお金払って稼げなかったらバイナリーオプション稼げないって検索すると思います。で稼げる人、本当に稼げる人多いのかなって探すんですよ。でそこで発見される確率が一番高いのがアメブロです。ブログで一番高いのは、だからアメブロの話をしますということですね。で先ほどフェデラさんがおっしゃってましたけども、やっぱりアメブロがメインっていうのはそういう部分です。アメブロは非常に検索エンジンに強くて、すぐ表示されます。私はエステサロンさんとかネイルサロンさんとかそういうテントテコビジネスの方のアメブロ集客コンサルとかもしてるんですけども、そういう方はやっぱり地域とか、例えば恵比寿感じようかな恵比寿、エステで、例えばこういうキーワードを狙ってブログを作ると本当にこのキーワードが上がったりするんですよ。そうすると、恵比寿に僕が住んでいたとしたら、恵比寿住んでるな、例えば引っ越してきて、あ、恵比寿住んできたなとか、ちょっと、まあ、僕男だから変ですけどエステ行きたいなと思ったら、まず恵比寿エステで検索しますよね。で僕はあんまりお金なかったら恵比寿エステ安いって検索します。でそこでそのエステサロンさんのアメブロが来たら、とりあえずこう見るわけです。で、料金表とか見て、で顔出しが、ね、出されてて、店内も綺麗で、で、料金も安くて、なんか施術師さんもすごいいい人そうだなと思ったら、行くわけです、ね、予約するわけです。これが、ネットマーケティングの本質の一番その身近な部分です。だからその、なんか拡散とか、とりあえず拡散 しろみたいな、なんか生アクセスみたいな、それをいきなり狙ってしまうと、なかなかできずに本末転倒になってしまう可能性が非常に高いです。なのでこれは小さい、こういうふうにこう落として落として落として、こういう小さい分に一人だけに、その一人だけにこうアクセスするようなそういうイメージを持って、やっていってほしいなと思います。でこの後ブランディングとか、そのお客様のどういう人をターゲットにするのかっていうのも話してますので、その時にまたこれをこの概念を思い出していただきたいと思います。で今マーケティングについてっていう話をしましたけども、先ほどセールスについてっていうような話をしたと思います。でマーケティングを例えばします。で今みたいにお客様が例えば僕がニキビ男を治らないって検索したとするじゃないですか。でこれでバーってそのニキビの化粧品が出たとしますよね。でそこで、まあ、セールスレターっていうのが出てくるんですけども、そこでセールスしなければいけないんですよ。だからその検索エンジンだったり SNS だったりから来た人が商品を買わせなきゃ意味ないわけじゃないです。商品を買ってもらわなきゃ意味ないので、それをセールスレターでやるのか、それともその今回の言ったようなメッセージ上とかで紹介をするのか、あとは実際に対面でアポを取ってリアルでセールスするのかっていうような流れのイメージですね。だから結局そのセールスはどちらにしろしなければいけないんです。どの方法を使ってでも、でそれが紹介なのか、直接なのか、あとはそのネット上のランディングページなのかみたいな感じになると、いうようなことです。なのでそのさっきもちょっと話してしまいましたけど、そのセールスですね、このセールスのマインドブロック的なものを取るためにはどうしたいのかって言ったら、じゃあまあまあ自分で実践するっていうことしかないですよね。その払拭するっていうものは自分で実践して実績を出すと、実績を出して、その漢字が本当に苦手なんだよってちょいちょい嫌がらせてますけどよし。で、行動を実績で、まあ、セールスみたいな感じですよね。はい。で、この行動を知って、その SNS をアップしたりとか、で、まあ、実際に稼げたりとかして、で、実績を作って、で、まあ、これは紹介ですよね、今回の場合は。
介していくと。で、またちょっと重複しますけども、まあ、セールス、ね、っていうのは、まあ、このね、ここで紹介する人っていうのは、ここに紹介する人っていうのは、この人っていうのは、例えば、まあ、稼ぎたいだったり、あとは、まあ、独立したいだったり、まあ、今の生活から抜け出したいだったりっていうものを悩みを抱えたお客様ですね、この人たちは。なので、この人たちにサービスを提供すると。で、それは自分も実践もしてるし、間違いないものだし、で、まあ、もちろんね、それによって自分も潤うと。だから、まあ、売ってあげるじゃないですけども、まあ、そのさっきも言いましたけども、まあ、救ってあげる行為ですよ。で、私もそうでしたけども、サラリーマンの時はですね、毎日毎日同じことを繰り返して、こう毎日出勤して電車に寄られて、でなんか上司にガー言われて、めっちゃ働いてガーってなんかこう頑張って出世しようと思っても、なかなか出世できなかったりとかね、そういうの非常にあったんですよ。だからそういうところから脱却させてあげたの第一歩を、私たちがきっかけを作ってあげるんです。だから紹介をしてあげるんです。まあ、この概念をまず一番根本に置いてください。で、一番すごく分かりやすいのが、やっぱり、まあ、もうすでに購入している自分がその購入したい時の状態を思い浮かべると一番分かりやすいです。そういう人がそのネット上にはいて、その人たちに対してアプローチをしていって、その人たちに対して、まあ、こう言葉を投げてあげるというようなイメージです。はい、それではですね、一回ここでちょっとシェアタイムにしたいと思います。で、まあ、今いろいろ学んだことっていうことを、まあ、一回ちょっと話し合って、雑談でもいいですので、アウトプットの方をして、やってみてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、実際にじゃあここで一回ワークに入ってきます。実践していただきます、一回で。これですね、結構ちょっと恥ずかしいかわかんないですけど、ちょっと結構これ聞くんで、ぜひ一回やってほしいんですけども、お客様からのメールですね、を自分で書いてほしいんです。どういうことかというと、例えば今みたいな感じで自分が、紹介しますね、誰かを。で、その紹介した人がバイナルオプションでめっちゃ稼ぐようになったと。で、会社も辞めて、で、独立もできたと。で、紹介したのはその人じゃないですか。で、その人のお礼のメールが来ました。そのメールの内容は何だったんでしょうかっていうのを自分で今書いてほしいです。で、自分にそのメールは書いて、メールが来たって思って、どんなメールが来たら嬉しいかっていうのを一回書いてほしいです。で、これを書くことによって、紹介した整理というか、結局は僕らってビジネスやってて、なんかただ売るだけだとあんま楽しくないというか、なんか喜んでもらったり、ありがとうございますって言われる方がやっぱビジネスとも楽しくなってくるので、そもそも先ほど話したお客様を救う行為ですから、その救われたお客様がこう、例えば僕だったら大島さんありがとうございました、あなたの紹介してもらったバイナルオプションでこれぐらい毎月稼げるようになって、で会社も辞めることができました、で独立もできて、今ではコンサルティングも自分でやってますみたいな、その相手から来たメールを今自分で作るみたいな。で、それを保存して、なんかこうマインドブロックがあったらそれを見るっていうようにすると、僕もこれすごく価値観が変わりました。一回嘘だろうと思うかもしれないですけど騙された気分で一回それを書いてみてほしいと思います。はい、お時間は3分ぐらい、あ、5分ぐらい取りますので、今サクッと書いてみてください。そういうことでですね、まあ、こんな感じで、とりあえずマインドブロックの話はこの辺にしまして、いよいよですね、実践的な話をこれからしていきたいと思います。で、まず先ほど思いましたけども、まあ、ブログとは何かっていうところを、まあ、軽く説明させていただきたいと思います。で、SNS、まあ、全般におけておいて言えることなんですけども、そもそも SNS っていうのは、
メディアなんですね。要はテレビです。テレビ、よく皆さんテレビね、見る方見ない方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、ああいう感じの、そう、なんかこう視聴率を取るみたいな、でそのお客さんが見てくれる、まあ、読者さんとか、まあ、アクセスだったりというものが、まあ、視聴率みたいな感じで、まあ、その要はテレビなんですね。なので、まあ、面白い投稿をしたりだったりとか、またためになる投稿だったり、あとはなんかちょっと奇抜な、ね、投稿だったりっていうのをすると、比較的にすぐ PV とかも伸びます。で、めちゃくちゃですね、最近の話で言うと、なんか僕とかブログ、ブログで見てたら、フクロウのブログみたいなのがあって、なんかフクロウを飼って、なんかそのフクロウを飼ったなんかその日記みたいなのを作ってる人がいて、なんかなかなかフクロウ家で普通に話がしてないじゃないですか。そうだから面白いなと思って見てたんですけど、まあこういうことですね。このテレビと同じですから、番組が、でテレビは番組を作って、で放送をしますよね。なんかいろんな俳優さんとか使って、で視聴率を上げて、で間にCM というものを企業が打ち込むと。でここでセールスをかけるわけですね。まあ、セールスっていう概念ではないかもしれませんけども、まあ、ここで、まあ、本当かどうかわからないですけども、芸能人がこうやってサラサラになって、シャンプーで、シャンプー買ってくださいみたいな感じですか。で要はその視聴率を集めてセールスするんです。テレビも同じで、で番組っていうのはそもそも、まあ、ちょっとそもそもテレビの話になってますけども、テレビっていうのはそもそも番組で収益を得てないですよね。芸能人はどこからお金をもらってるかっていう、この企業、この企業がメディア運営をしている日テレとかフジテレビとかに CM を何億何十億って入れるから、そのお金でテレビ局が潤っていて、でそのテレビ局から支払われるのがプロダクションです。芸能プロダクションで、芸能プロダクションから給料をもらうのが俳優さんとか女優さんとか、そういう人たちです。でまあ、この構造とほとんどっていうか全く同じです。我々が挑戦し、これからねやっていくものも SNS というメディアです。なんで、まあ、結構これ大きなスケールで捉えてほしいですね。なのでそのとりあえず書いてなんか家でなんか日記とか やっても誰も見ないって、ね、まあ、僕のパートナーのね、45歳のアメブロのアメブロ集客のプロの人がいるんですけど、その人がいるんですけど、僕が45歳三重県の親父のブログって書いても誰も読まないでしょって言うんです。僕はアメブロのことを、毎日ね、アメブロのためになることばっかり書いてるから、お客さんが来て、で、まあ、視聴率が取れて、で商品が売れていくと、まあ、リストが取れたりとか、その時はリストマーケティングとかメールマーケティングリスト取れたりするということなんです。だから、これからね、まあ、ブログとはっていう今言い方しましたけども、ツイッターもフェイスブックも同じです。まあ、概念は同じです。だからそのテレビ局を運営している側と思ってやってほしいです。だから確かに自分が今まで経験を持っている経験とか今まで知識をもちろんこう話す、書くのもいいんですけども、それだけでは実際足りないですよ。だからその、まあ、例えば僕であればこういうセミナーをやって、セミナーの風景を写して、で、まあ、アップするとか、でその時にセミナーで思ったことを書くとか、そうするとセミナーをやったことがない人とか、あとはセミナー講師になってみたいみたいな人は、ああ、なるほど、ためになるなって普通に思うじゃないですか。そしたらまた見に来てくれますよね。皆様は一人でそういう感じで、まあ、視聴率を取っていく。で、まあ、あるところで、まあ、セールスをしたりだったりとか、あとは、まあ、下にメルマガがあるからメルマガ登録してもらったりとか、あとは、まあ、先に言うと LINE アットに登録してもらったりとか、で、まあ、そこで、まあ、セールスっていう、まあ、その CM ですね、で CM をところどころ入れていくみたいな、まあ、そういう流れです。なのでその、まあ、普通 SNS のね、普通はみんなコミュニケーションツールとして使いますけども、まあ、私たちは、ビジネスで使いますので、メディアを育てるという認識でやっていただきたいと思います、はい。でまあ、ブログが一番分かりやすい PV とかあるんであれですけど、まあ、Facebook とか Twitter っていうのは、まあ、友達の数とかフォロワーとかっていう話になってきますけども、まあ今ですねプロフィールこれから書いていきます。で、プロフィールは、すっごい重要です。
で、大体お客様が、まあ、僕もメルマガとか LINE アドとかやってますけどね、お客様が共感してくれる部分で伸びるんです。まあ、例えば僕の場合で言うと、その18時ぐらいの時にまで結構やんちゃなことばっかりしてたから、そういうことやりましたんで、まず、あ、なんか昔ちょっと不良だったみたいなことを書いて、で、その後、まあ、飲食店勤務して、その和食の料理屋さんやって、あとコンビでフレンチやって、その後ラーメン屋になって、で、その後何にも、ネット系分かんなかったけど、思い切って独立しましたみたいな。そういうのを書くと、大体そのメッセージ来た時とかに、その感じがすごい共感できましたとか、あと僕昔、僕今もまだ飲食やってるんですみたいな、独立したいですみたいな、まあ、そういうお問い合わせとかも普通に来ます。なのでここは恥ずかしがらずに自分 の全人生を書いていただきたいと思います。で、書き方についてなんですけども基本的にこの、まあ、V 字曲線が一番いいですね。よくありますけど、まあ、1回悪くなってそこ復活したみたいな、これが一番いいパターンです。なので、まあ、僕もですね、結構コンサルしてて本当にまあ順風満帆な方いらっしゃるんですけどまあそういう方でも一応頑張れば1回落とせるとかあるんですよ。何個か何か探せば何かしらあるんで大丈夫です。なので、そうですね、幼少期はいらないんで、小中は省いてください。高校卒業、高2ぐらいから、まあ、大学、社会人経験で今です、まあ、この流れをで書いて、で途中でなんか例えばいじめられたとか、あとは仕事がめっちゃ辛かったとか、まあ、めっちゃブラック企業だったとか、あとはその事故に遭ってね、会社がなんか休まなきゃいけなくなっちゃったとか、あとは恋人が別れたでもいいですし、なんかそれ何かしらこうめちゃくちゃ落ち込んだみたいなのを一回挟むにします。で、今ちょっと参考に僕がプロフィールを書いてしますので、それまでは自分でちょっと書いてみてください。で、最終的にこの落としどころは、皆さん今バイナリーオプションですから、落としどころは今、バイナリーをやっていて、まあ稼いでる人はこれぐらい稼ぎましたとか、正解、これぐらい稼ぎましたとか、あとは、これから人生変えたいんで頑張りますとか、これから頑張りますとか、あとは今、これからの人生を良くするために頑張って最中ですとかでもいいです。ビジョン系のです。最中です。まあ、投資の勉強をしていますとかでもいいです。投資の勉強中です。例えば、サラリーマンやっていて、この生活感が出すために今、投資の勉強中ですみたいな感じとか、まあ、落としどころはここにしてください。今学んでいる、今は稼げるようになるようになって、復習がやれ、こんなに素晴らしいことをしてますとか、あとはこれから取り組んでるんですけど、まあ、これからこうなるために今一生懸命勉強してますとか、あとは今、将来やってる最中ですとか、まあ、今、ほとんど重複しますけども、勉強中です的な感じでも全然いいかと。一回ですね、プロフィール、これは最終的にこのブランディングっていうところにつながってきますので、プロフィール結構時間取りたいと思います。プロフィールはじゃあ、ね、20分時間を取りたいと思います。で、基本的にブログ記事とかもそうなんですけども、一回もうなんか全部流れをバーって書いちゃってください。最後まで、で落としどころまで全部書いてください。で、その抜けてる穴をもうちょっとこう編集していく。最初からこうやってなんかガーって上からね、頑張って、じゃあ高校生じゃんみたいです。高校生の時あれがあったな、野球部だったとか、そういうのじゃなくて、高校生これやった、大学生これやった、社会人はこんなことであって、今バイナリー、この4つの項目をまず作っちゃって、この間をこう埋めていくって感じで、ゴールに向かって書いていくって感じで
上からやっちゃうともう2時間とかかっちゃうんでサクサクサクって最初にバーって書いてアウトラインを書いてから細かく書いていくっていう、これはブログ記事とかも同じです。なのでそういう感じで今からプロフィールも練習してみてください。はい、では今から準備いただきます。自己紹介でいいですね。はい、自己紹介。
いじめられてた時のことも過激に書いてるんですよね、逆に。そうです、ね、ミミズを食べさせられたとかいますからね。はい、そういうのも書いてもいいです。そしたらもうそれに本当に同じような人が、僕とすげえ同じ人生じゃなくて、どうしたって何とかしてるかなって思います。まあ、それ個性ってやつですよね、最近というその多様化ですね、多様化ですね。今はサービスが良かったり、良かったり、商品が良かったりっていうぐらいなんか、どんな人が買うかみたいな時代になってきたと思います。あと今の現在みたいなところでは、まあ、ちょっと若干ブランディングっていうのを意識して、まあ、なるべく尊敬してもらうというか、そのこの人が頑張ってるんだって、頑張ってる時すごいなって思われた方が一番いいので、やっぱりで、これを見てくれる人、ちょっと恥ずかしかったりするかもしれないですけども、これを見られた時に、あの僕に見られると思って恥ずかしいですよ。でもすごい、あの最初のマーケティングの方に戻ってほしいんですけども、皆さん、私たちが相手をするのは、私たちよりのもう何ヶ月前の状態の人たちです。自分が自己投資をし始める前の状態を思い浮かべてほしいんですけども、そういう人たちに対して書いてるんで、別に全然恥ずかしく、あの全然上を行ってるというか、一歩進んでるわけです、ここにいる人たちが。なので、まあ、普通に働いて普通に生活してた人たちは圧倒的に上なんです。知識も上だし、行動力もあるし、それを自信を持ってもうバーッと書いてで紹介してくれたりとか、あ、紹介するような人だったりとか、お客さんの人たちはそういう人たちなので、あの全く問題ないですし、まあ、もう自分はね、一歩進んでるんだという気持ちで書いてほしいです。それはこれからブログを書いたり SNS をしたり Facebook だったりっていうのも全部同じです。僕に見られると思うから恥ずかしいです。僕も同じです。僕もっとね、上には上がいますから、僕もそうだし、僕の上の人ももう直されて上にいますから、でその人たちは恥ずかしくないのかって言ったら恥ずかしいです。恥ずかしいっていうか、まあ、恥ずかしいっていうか、まあ、見られてると思ってないっていうか、そういう上の人たちが。でも本当に全く出た人ですけども、本当に何にもしないです。もう、あの、例えば、どうしようですけど、僕はラーメン屋、このラーメン屋、就職した前のバイトしてた時ラーメン屋だったんですけど、僕はまあ毎日出勤して、でなんか仕事をなんか超つまんねえと思いながら、8時間、12時間ぐらい働いて、10時間働いて、月々ビーって帰って、暇だなって思いながらテレビ見て、でなんかネットサービスして、で、明日また仕事が嫌だなって言ってビール飲んで寝るんですよ。そういう人たちです。今から見る人たちは、今私たちのブログを見てる人はそういう人たちです。だから全然恥ずかしがることもないし、むしろ教えてあげる側ですから、そういう人たちにきっかけを与えてあげると。みんなくらいが今やっていること。
はい、それでは、プロフィール一旦終了したいと思います。はい、ありがとうございます。それではですね、プロフィールできたと思いますんで、プロフィール、アメブロのプロフィール書いたと思いますけれども、アメブロのプロフィールをコピーしてですね、次は、Twitter と Facebook に貼っていただきたいと思います。で、Facebook であれば、基本データの編集で、詳細情報のところに自己紹介というところがあるので、ここに入れてください。そもそも Facebook やってなかったっていう人いらっしゃいます。あ、それはないですね。あとは Facebook、今の Facebook のビジネスでやりたくないっていう人もいらっしゃるんですけども、あ、いらっしゃいます。やりたくない。あと働いてる方とかもね、やったら待ってる方いらっしゃる。その場合は2つ作っていただいてます。思いませんけども、どっちにしろちょっと結構難しい部分はあるんですよね。あの2つ作ったとしても結局これ友達じゃないですかみたいなやつが絶対出てきちゃって、なんか結局面倒くさい感じになっちゃったりするんで、そういう人は、でしたら、この自己紹介のところ、ちょっと削って、なんか友達とかそういう見られちゃいけないパターンのところだけ削って、とりあえず自己紹介入れといてください。で、2個アカウント作るというよりは、僕も2個アカウント作った時期あったりとか、生徒さんもね、あの2個作ってって方がいらっしゃる。結局2個作ると面倒くさくなって絶対やらなくなるんです。なんで、あのビジネス投稿しなくてもいいです。普通に友達を増やすっていう目的で最初に思います。僕もそうなんですけど、僕もあんまりこうビジネス投稿してないんです。フェイスブックから僕ちょっと、あの今4,947人いるんですけど、5,000人だったらもうお前めっちゃビジネスにしようと思ってってフェイスブックアップ育てるんですけど、一応5,000人とかになると300から700、800ぐらいいいねをつけます。それちょっと先ほど言いましたけども、あのなんだ、約10倍の人が見ることになるんで、そこで、ね、あの僕の場合はメルマガだったり LINE アット登録してもらったりとか、そこでブログ誘導してました。で、あのこれからですね、あの詳しく話していきますけど、まず皆さんにやってもらうのは直接メッセージと友達申請なので、あの表面上ビジネスやってるなこいつみたいにはなりません。なのでそこら辺は安心していただきたいと思います。僕もこれあの全然ビジネスしてないんで、でも僕実際フェイスブックで収益上がってますけど、それは直接メッセージしたりしてるからで、あと向こうからリクエスト来たりとか、さブログ、ツイッターからブログに来て、ブログからフェイスブックでメッセージ来たりもするんですよ。こうビジネスというかこういうセミナーの様子とかも載せてますけど、なんかこれで問い合わせとかいらっしゃる、基本なんか食べて飲んでるとこしかアップしてないんですけど。でもそこういう投稿の方がすごいいいねとか来るんですよ。普通に前800人とかやったんですけど、最近ちょっと減っちゃったんですけど、僕飲食って言われたって言われました。夜のこと大好き、お酒のこと大好きなんですけど、お酒好きです。はい、ありがとうございます。
あ、ビールでいいですね、はい、ビールの後はあーレモンサワービールずっと飲むタイプではない一緒に飲んだりして合わせます。ああ、なるほど。結構何でもいけるし、はい、では投稿できましたか。プロフィールで削っちゃっていいんで一旦終わらせてほしいです。表面上はビジネスチックなりならないので大丈夫です。とりあえずはなんかセミナー行ったっていうのはまずい方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、とりあえずなんか飲んでる写真とかこんな感じで食べてる写真とりあえず最初は友達を多くするっていうのがメインです。友達を多くしつつ、メッセージのやり取りするというのがメインになります。とりあえず今これプロフィールやって、プロフィールとりあえず入れれたっていう方に手を挙げていただいて、あ、ありがとうございます。じゃあ、Facebook についてちょっとこれからお話ししていきます。で、まあ、今も言いましたけども、やっぱりそのまだビジネスチックのことをやりたくないという方もいらっしゃると思いますので、まあ、その方法と、あとはこの今回、まあ、今回の流れっていうのは、まあ、藤原さんに紹介するっていうのが根本ですから、それを、まあ、実際に拡散ができるのはもう少し後だと思って、まあ、確実にこう藤原さんに流して確実に収益を得る方法っていうのを、まあ、お話ししています。まあ、ブランディングについてということですけども、まあ、先にそこをちょっとね話していきたいんですが、まあどっちかというとバイナリーは投資系で、まあ稼ぎたい系だと思います。まあ、その副業をしたりとか稼いだりするっていうことがメインなので、なんていうのかな、ブランディングをするとしたらやっぱり、なんか基本はやっぱりこのアップセルっていうんですか、ティーアップっていうんですか、やっぱりそのネット上で、よく見せる方がいいんですよ。やっぱり綺麗に見られた方がいいし、まあ極端に言ったら、まあ、お金持ってる風に見られた方がいいわけです。なぜかっていうと、それは騙すとかそういう概念ではなくて、人っていうのは見た目でかなり判断しやすいですし、例えば僕がボロボロの服を着ててコンサル料30万円って言っても誰も買わないです。本当にサービスが良くてもですよ。ただちゃんと小綺麗にして、ちゃんと綺麗なところで、じゃあどうです、ちゃんとサービス説明して、じゃあ30万円コンサル料って言ったら買うんですよ。その違いなんですよね。だからよく見せて売りつけるんじゃなくて、本当にいい商品サービスでも、見た目が悪かったら買わないですよ。だからそれは同じです。ネット上でもだからなんか綺麗にちゃんとね、整ってる写真だったりとか、まあ、この例えばね、この写真のセンスだったりとかっていうのが良ければいいほど売れる確率が高くなるし、そういう人が集まってきます。どんどん羨ましいだったりとか、あとはそのなんか分かりやすいブランディングっていう感じですかね。最初は難しいかもしれませんけども、とりあえず、それであればこういう写真を撮って、まあ、ちょっと最近アプリでもなんか綺麗に加工するやつあるじゃないですか。ああいうのとかで綺麗に加工して、でいいねが集まってる時点も結構ブランディングになるんで、この人なんでこんなに300円あるみたいな、それだけでもブランディングになるんですよ。だからまずは友達を増やしていいねを集めていくだけでもブランディングになります。で、この辺のねカバー写真とかは何でもいいんですけど、まあ、できれば、まあ、僕は六本木なんで六本木のあれしてますけども、まあ、できれば自分の地域でもいいですし、まあ、別に僕これ写真載せてますけど、そのなんていうんですか、ここに、まあ、実際いますけど、まあ、いなくてもいいわけですね。実際 SNS って、ね、自由じゃないですか。写真何投稿しようが自由なんで、できれば綺麗な写真、行ったことがある海外の写真撮ったりとか、あとはその好きなカフェだったりでもいいですし、まあ、なるべくちょっとそのハイブランドに見えるようなものをチョイスしていただきたいです。で、まあ、投稿に関してはこんな感じで全然いいと思うんですけども、まずは友達
を増やす、そしていいね数を増やして、で、まあ、なるべくハイブランドっぽい、綺麗な投稿ですね、綺麗な投稿、綺麗な写真を使っていくと。でこれがブランディングについてですけども、じゃあ実際にこれをやって、これやってるだけだったらお金にならないなんないじゃんって思うと思うんですね。でここから実践的なことに入っていきますけども、めちゃくちゃ単純なんですけど、あでもすでにあるか、皆さんから聞いてるかもしれませんけど、まあ友達申請と、誠意が分からないです。あ、こっち青ですよ。こっち何でしたっけ？あ、コンベン。あ、うん、あ、これですね。これあと、あ、あります。友達申請とメッセージですね。はい、友達申請とメッセージ。お、していきます。メッセージ。もうこれだけでいいです、最初は。なので。大体ですね、友達、Facebook で結構難しくて、友達の数とか、あといいねの数とか、シェアされてる数によって、1日どれだけメッセージが送られるのかっていうのが結構変わってくるんですよ。なんで、これさ、友達100人しかいない人が、例えばメッセージを40人送ると、すぐアカウントロックされちゃいますけども、僕、4000人いるんで、4000人いる人が40人メッセージ送っても OK なんですよ。なんかそういうなんかアルゴリズムがあるんですけども、一番確実なのが、100以下でも20人ぐらいには1日メッセージ送れます。で友達申請も20人ぐらい、まあ、これもっといけるんですけど、この辺が安牌ですね。でこれを例えばですよ、まあこれ同じ人、まあこれ別々の人の20人20人なんで40人です、ね、結局その。で友達申請だけするポチポチのパターンと、あとは友達申請せずにメッセージを送るパターンがあるので、でこれで40人です、ね、でこれが1日なんで、これを月に換算すると3、4、12になって1200円か、月1200円、毎日やったとして月1200人に、次1200円とメッセージでできるというような計算になります。まあメッセージとか1200円にアプローチできるということになります。で例えば1200人やったら制約率がもし、10% だったとしても、え、 10% で100人、 10% だったとしても12人ぐらい、まあ惜しいところまで行くみたいな。興味があるレベルですね、興味。12人、まあ 1% なんで12人興味があるぐらいのレベルです。まあ僕の感覚で言うとですね、僕がやってきた感覚に。で、これで、この後ですね、その12人から、うん、まあそうですね、2から5ぐらいですか、これぐらいです。こういう感じの計算ですね。こういう感じの計算を、まあ、最初に逆算しておくと、まあ、これをやりさえすれば最低は2人ぐらいはできるんじゃないかなっていうような計算になります。で、まあ、まだそのどれぐらい紹介したら、どれぐらいの利益になるかっていうのをまだ説明していなかったので、これから藤原先生にお金の話をしていただこうと思います。じゃあ、はい、お金の話を。はい、
番の紹介は何人ぐらい出せるのかっていうところがちょっと気になるとは思うんですが、めちゃくちゃ最近ですね、僕のコンサル、このコンサル生、つい4日前の話なんですけど、あの僕教え始めて2ヶ月で月収100万達成したんですね。で、まあ、2ヶ月で月収100万達成した人の計算式は、まあ最初は1ヶ月目が、まあ、学ぶ時期ですよね。まあ、僕は最初はその、まあ、アフィリとか転売とかでやってもらって実績出してもらうんですけども、まあ、それはこうバイナリーの、まあ、これはバイナリーですから同じことなんですね。まずは自分で実践して結果を出すと。で、2ヶ月目に、まあ、こう Facebook、Twitter を主に使った事例ですね。まあ、今回アメブロも教えましたけども、アメブロは育てたのが先ほど遅いって言ったじゃないですか。なんでアメブロは一回、時間あったら最後ちょっと記事書きたいんですけど、まあ、一回置いといて、Facebook と Twitter だけで十分です、月収100万円は。これは僕もいろいろ何人も教えてますし、実際僕も独立してすぐは Facebook だけでそれぐらい行って、それからこういう勢いつけて独立したんですけど、なんで、例えばさっきの12万円だったら、まあ、12万円ですよね、1人、12万円1人で、その方は2ヶ月目で、自分のコンサルを5人取ったんですね。ちょっと金額バラバラだったんですけど、確か30万の20の20だって4人か、4人ですね、4人制約したんですね。で、30万円2人と20万円2人制約して、これ合計100万円。先ほど言った最初に書いた、ね、あのメールの、あのお客様からのメール、感謝の言葉、実際に僕に来ました、ありがとうございます、2ヶ月で。めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、まあ、こういうことが可能です。Facebook と Twitter だけでも全然可能です。で、今回のこの12万円であれば、まあ、どこを目標にするかはあれですけども、まあ、この人の例を出すと ×4 なので、趣味が48万円。48万円は手に入ると。まあ、今日のこのセミナーで受けたことをちゃんと毎日やれば48万円手に入る可能性は十分にありますということです。で、まあ、先ほどね、あの紹介料がどんどん上がっていくって書いてありましたけども、紹介料がどんどん上がっていけば、これもどんどん上がっていくし、で、まあ、これをね、あの、本来のバイナリーオプションの方にこうどんどんね、あのこう使っていくというか、投資していって、まあ、これを増やしていくのもありだし、まあ、もはやこれだけでも独立できちゃいますけど、これずっと毎月やってれば。まあ、そういうぐらい SNS っていうのは無料でお金を生み出せるという事例でした。本当に Facebook、Twitter でも十分いけるんで、はい、ではじゃあどういうふうにメッセージを送っていくのかっていうことについて、お話ししていきますが、まあ、基本的には、僕ちょっとこうテンプレートみたいなものを自分で作ってあるんですけども、まあ、この、まあ、最初、はじめまして、何々と申します。例えば、現在 Facebook で友達募集してて、メッセージを送りましたと。よければ友達申請させてもらいましたと。これが、これだけでいいです、最初。これを、まあ、20人送ると。で、返信してきたら、返信があったら、まあ、友達申請をこちらから送って、で、まあ、この、全然ありがとうございます。で、まあ、あとは、このパターン。まあ、いろんなパターンあるんですけども、ここから、まあ、実際にリアルに会ってセールスしたりとか、あとは、バイナリーオプションに興味があるのであれば、なんか、いい人紹介しますみたいな、そういう方に進んでいってほしいんですけども、まあ、ここは、まあ、実際テンプレ使わなくても、自分で、普通にメッセージ返信しちゃっていいので、返信していって、で、まあ、まあ、これは Facebook なので、まあ、Facebook ね、なんですか、バイナリー履歴とか出せない人もいるとは思うので、初めにここの部分で、
興味が全くないパターンが多いと思います。その出してない人は、出してるちゃんと投稿、そういう投稿してる人は大体友達申請来た人ってちょっと見るじゃないですか、誰だこいつみたいな。見た時にタイムラインにバイナリーオプションの取引履歴とか書いてあったら、あ、なんかこの人投資系やってるのかなって思うじゃないですか。そしたら、まあ、自然に投資関係に興味あるんですかって話になりますけど、まあ、そうじゃない場合は普通に会話をしてって、で副業、最近は副業でやられてる方多いと思いますが、何やってるんですか、私やってますよみたいな、そういう会話で言ったら、そのパターンの、テンプレートはあるので、じゃあそっち後で皆さんに特別にプレゼントします。でそれをまあ使ってこう普通にメッセージして、もちろん全部これコピペだと意味わかんなくなっちゃうんでまあこれを元にですねやっていただきたいです。でそしてまあ途中でね、まあ副業、副業のか、なんていうんですか、ノリとしては私副業でバイナリーやってますみたいな感じ で私何もしてませんって言ったら、何もしないの大丈夫みたいな感じのノリで話を進めて、なんか何もしなくて不将来不安とかないんですかみたいな、そういう感じで話して、いや実は実際ちょっとあるんですよねみたいなったら、もう結構見込み客っていう感じになって、で、ああそうなんですかって悩みとか聞いて、いや実際バイナリーを稼げるんですかって多分聞かれると思う、ちゃんと実践すれば稼げますよ、よかったら紹介しますねみたいな感じで皆さんに振るという流れです。これはかなり地味というか普通の話じゃんって思うかもしれないですけど、これが一番効きます。側近性が非常に高いです。僕も独立した時はこのテンプレートを使って、まあ、僕はリアルセールスやってたんですけど、最初これで実際に会って、でも直接僕個人のコンサルティングを対面でセールスをしているんですけど、まあ、実際に会うパターンでもいいです。人と会ったりするのが得意だったり、お好きな方はこれ普通に会ってどっかでお茶して、まあ、普通にどうも初めましてって言って、で、まあ、普通に仲良くなって、なんか3000円ですかみたいな話をして、あ、僕バイナリーやってますで、あ、興味ありますっていう風に絶対いるんで、興味ある人、いやいやいや、そんなうまい話ないかもしれないでしょと思うかもしれないですけど、本当にいるんですよ。本当に興味ある方って、ちょうどこう勉強し始めたりとか、ちょうどなんか動画を見て、まあ、なんかバイナリーがあるんだなって思っていて、ちょっと気になっている人とかって、絶対さっきもいろいろ計算式でしましたけども、何千人何万人ってやってると絶対いるんですよ、何か。でそういう人たちとちゃんとコミュニケーションを取って、まあ、ネット上でもメッセージ上でもリアルでもいいので、でコミュニケーションを取って藤原さんにつなぐと。大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか。はい、まあここはちょっとね、地味なパターンではありますけども、一番効果的です。でよくアフィリエイトとかそっち系で拡散しましょうみたいな、でツール使ってなんかとか、いや、いろいろあるじゃないですか。そういうのを初めに取り組む人って絶対結果で出ないのは、こういう地味なことをやったことなくてとりあえず拡散したみたいな人だから、心に響く文章とかも作れないし、全部テンプレートコピペしちゃうから稼げないんですよ。僕も昔いろんな塾入ってノウハウコレクターやってた時期があったんで、僕はでも200万ぐらいは使いましたので、いろんな塾入ってコンサルを受けたりして、だそういう人、僕もそっち系のタイプだったらすごく分かるんですけど、こういう地味であればあるほど結果が出やすいです。これをやった人が、じゃあもっと効率化するためにツールを使うとか、じゃあもっと効率化するためにメッセージ、僕もそうですけど、僕今アルバイトでこういうメッセージ送信とかやらせてますけど、こういうのをまあ自動化させる、その誰かにやらせたりとか、誰かのツールを使ったりとか、そこで初めて自動化っていうのが出てくるので、ここの本質をちゃんとやって、これで収益を出せれば、何ですかね、もう何でもできるというか、もうすぐ起業できるレベルです。ただひたすら面倒くさいんで頑張るっていう、まあそれぐらい、まあでも逆に努力すれば、そのさっき言った月48万とかもらえるわけですから、48万もらえるんだったら全然頑張るでしょって僕は思うんですけども、まあそういう感じです。で Facebook でも、まあ、1日40人ぐらいでリーチできるんですが、プラスアルファ Twitter ですね、プラスアルファ Twitter であれば、
次こツイッターを書きます。時間がない早めに行きます。ツイッターだ と、さっきはフェイスブックの話をしちゃったんですけど、友達20人、メッセージ20人1日。ツイッターの場合1日フォロー400人ぐらいできます。でフォローを400人してするわーってフォローするんですよ。でフォローするしたらフォロー返しって知ってる方いらっしゃいます。フォロー返し、あ、ありがとうございます。まあ簡単に言うと、ただフォローした自分からこうフォローをしていくわけです。でフォローしたらフォローされた人って、あ、フォローされたってなんか出るじゃないですか。フォローっていうところにこう加算されていくんですけども、自分のフォロワーがね。でこれが加算されるんで、この人はあ、私フォローされたって気づくわけですね。そうすると、まあ、じゃあ私もフォローしてあげようってこうなるんです。この確率がだいたい僕の計算上400人すると40人から120人ぐらい返ってくるんです、フォロー返しが。そうすると、その中から例えばこれ間取って70人だとしましょう。70人だとするとだいたい15人ぐらいは、メッセージが返ってくる。メッセージがすぐでしょ。すぐ最初今なしです。ここで一回止めてください。まあフォローを400したら70人返ってくる。で帰ってきてくれたこの人たち、ここですね、この画面、これ返してきてくれた人たち、要はフォロワーっていうところになるんで、この返してくれた人たちに対してさっきと同じ Facebook と同じメッセージを送るんですよ。はじめまして、フォローして返してくれてありがとうございます、でこれからよろしくお願いしますっていうのをこの70人に送るんですよね、メッセージを。メッセージを送る。別にね、全然悪いことをしてるわけでもないですし、普通のことです。フォローしたらフォロー返ししてくれるんで、フォロー返ししてくれたらありがとうございますっていうだけです。でそこでありがとうございますってさっきと同じですね、テンプレート的には、まあありがとうございます、それからよろしく、まあ、2番から入る感じですかね、ありがとうございます。で、僕は、まあ、例えばこれであればバイナリーオプションいます、あなたは何かビジネスしてるんですかって普通に会話が始まって、でまたさっきと同じ流れです。でそれが大体僕の経験上70人が、70人にメッセージが送って返ってくるのが、まあ、さっき15って言ってましたけど、まあ、20人ぐらい返ってきます、メッセージが。これ1日です。1日20人ぐらいメッセージで返ってきます。でFacebook の場合だと、どうかな、友達5人、10人ですかね、10人か5人、10人ぐらい返ってくるんで、まあ Facebook、Twitter 合わせて1日、要はこれ足すと30人とメッセージできるってことですね。まあ要はここまでやって初めてこの人たちが、まあ、まずアクティブユーザーであることが判明します。アクティブユーザーっていうのは登録しただけで何もしない人いっぱいあるじゃないですか、 Twitter でも Facebook でも。で帰ってきてる反応が返ってきてるってことは、まあ、いじってる、いつもいじってるってことです。ことはアクティブユーザーってことです。だから1日30人アクティブユーザーを獲得できましたってことですね。でこの中から仲良くなって紹介するっていうことです。
っていうことは、1日30人なんで、かける30するとしたら、1ヶ月ですね。そうなんだ、900人。900人とメッセージが大きいです。1ヶ月。900人メッセージしたら1人ぐらい決まると思いますよ。思いませんか。はい、まあ、どんなにブランディングできなくてもですよ。で、さっきの、僕のさっきのコンサルティングの事例を出しますと、これをやったから100万稼げたんです。これをやったから、この地味な作業ですけども、これやったから100万稼げた。この900人にメッセージを送って、さっきのですよ、さっきのが、4人ですよね、制約が4人、900人中4人が制約したということです。まあさっきの場合だと48万円ですよね。はい、違うか。まあこの計算式になります。メッセージ系で逆算していくと、こういう計算ができるので、結構非常にやりやすいです。僕もいつも生産ではこういうふうに教えてます。全部リズムで計算で全部教えてますけど、じゃあ何やればいいのって言ったら、これですね。これを達成するには、じゃあこれをやればいい。毎日これをやる、そうすればこれができる、これ達成できますよっていうで、まあ確かに大変だなと思うかもしれませんけども、意外とそんな時間かからないです。じゃあ今膨大に頭の中で、うわこんなにいっぱいあるのかと思ったかもしれませんけども、じゃあ時間で換算してみましょう。 Twitter 400人フォローするとどれぐらいの時間かかると思いますか。まあざっくりで30分ぐらい。ですね、僕の経験上15分ぐらいできます。スマホでしかもできるし、ね、スマホでやればこれスマホと同じ、スマホも行われたんですけど、例えばじゃあフォローのやり方として、まあ、意識が高い人がやっぱりある程度集めた方がいい。例えばこれ孫正義って検索するじゃないですか。孫正義フォロワーこんないっぱいいるんですよ。で、フォロワーこうやって押すと、孫正義フォローしてる人いっぱいいますよね。孫正義をフォローしてるってことは、まあ、ちょっと成功哲学系をなんかツイート見てるってことですよね。ってことはちょっと意識高いわけです。普通になんとなく生活してる人よりはちょっとだけ意識高いで、こういう人たちをこうパソコンでやるとなんかこうやってやらなきゃいけないんですけど、スマホだとこうやってできるんで、普通に15分ぐらいで終わります。で、帰ってきた人たちに自分でメッセージを。じゃあ Facebook はどうか。 Facebook だとしたら、まあ、これも同じです。例えばこれはあれかな、またちょっとまた孫さんにします。これいいねって言ってる人こんなにいっぱいいますよね。3万人この人たちに、いいねのところをこうやってクリックすると出てくるんです。こうやっていいねしてる人が、この人たちを、まあ、こうやって別ウィンドウでこうやって出していって、で友達申請したりメッセージを送ったりするんです。でこれなんでもう40人ですから、1日やると10分ぐらいで終わります。
じゃあなんか今すっごいなんか面倒くさそう大変だなと思ったけど結局は1日たった25分だけでいいんですよ。1日たった25分だけで48万円稼げるんですよ。まあマックス、まあ、結構いい場合の例ですけどね。でもあの僕のコンサル生の事例に基づいたあの結構リアルな数字ですので、まあ1日25分でいいよという話です。まあこれよくねネットとかにキャッチコピーになりますけどね1日たった25分でみたいなよくありますけど、まあこういう計算をしていくと別にそんな普通なわけです。1日たった何分でみたいなのって意外と現実的なものもまあほとんど嘘ですけどね僕結構裏事情を知ってますけど、鼻が見方嘘ついてますけどね。まあまあそういう余談もありますが、まあ25分でいいと。で帰ってきたメッセージとかもあって、それを返信したりしなきゃいけないんで、いやいや実際最近そんな時間かかるよとメッセージやり取りもしなきゃいけないし、まあ1日投稿したりもしますよね。じゃあ25分は1日の中で、まあ、このすっげえ一番地味な作業になると。あとは投稿ですよね、投稿。じゃあ投稿。そこはわかんないですよ。雰囲気だけで。投稿。で、まあ、まあ、ちょろちょろっと最初書いて、まあ、そんなに長文やらなくてもいいんで、最初は。バイナリーの、まあ、Facebook はなしとしてですよ。Twitter だったら、まあ、今日はどんな取引で、今日エントリーポイントはこんな感じで、で、やりましたみたいな書くだけなんで、まあ15分の15分としますね。で、書いて、で、まあ全部にあるこのブログの違いこのまま、この3つに投稿全部投稿するっていうのも合わせて、まあ、20分ぐらいですかね。合わせて20分なんだとして、あとはあれですよね、メッセージやりたい。メッセージやり取りがまあ30分ぐらいですか、ね、でこれ合計すると労働時間です。1時間、1日1時間15分かければ月48万円稼げると思ったら結構やる気って思ってますよね、はい、と思うんです。で結構面倒くさいですけど実際はこれぐらいじゃなかったですっていうのをめちゃくちゃ頭に入れてもらって実践していただけです。今はねあのセミナー来て意識がこう高揚しておっしゃやったら48万稼げるなりますけども、家帰るとやっぱちょっとねなるんですよ。その時にこの計算を思い出してください。で実際に測ってみてください自分で。で面倒くさいとか疲れるとかじゃなくて、その時間で消費した時間に対しての対価がどれぐらいかっていうのを計算して毎回やることが大事です。で、まあ、人それぞれねあのタイピングのスピードとか違うと思うんで、じゃあ自分は何分か、自分は何時間かかるのか、じゃあ月にどれぐらいの時間をかければこれぐらいの稼げるのかっていうのを計算してやってほしいなと思います。まあメッセージとかですね、待ってみようといろいろなことがあって、っていう感じですね。 Facebook、Twitter のこの感じに関して何か質問ある方いらっしゃいますか。いいですか。はい、各媒体の投稿数とあと投稿時間に何か、ポイントがあれば。あ、分かりました。ポイントは、まあ、私の場合ですけども、まあ、大体黄金率は朝昼晩が一番いいんですけども、いいとされてるのは朝と晩ですね。その中でも僕は9時50分にしてます。
まあ、大体この大体ですね、その一番の黄金パターンが21時とか20時から23時なんですよ。これが一番アメブロではアクセスが集まったりするという時間です。ただ、まあ、サラリーマンの方とかね、夕方の6時とか7時とか終わりますし、じゃあ8時、まあ、実際に反映されて、で実際にみんな見張って、そんなね19時、10時ぴったしみんな見るわけではないので、だからまあちょっと10分前に僕は投稿してます、ね、一番いいのが20時から23時から、まあ、20時の10分前に僕は投稿してます。まあ狙う層が、まあ、社会人サラリーマンの方なんで、まあ、これぐらいがあったら一番いいかなと。でちょうど食事も、ね、終わって一息ついたりテレビ見ながらスマホいじる時間は大体20時とか23時とか、それのまあ開始の10分前に僕はやってます。まあ、21時でもいいですし、20時でもいいか、21時でもいいですし、22時でもいいと思います。朝はその午前中とかであればいつでもいいですか？大丈夫。朝はですね、なんか Facebook とかでよく言うのは朝の7時とか7時、6時ぐらい。おはようございますってメッセージ入れるとコメントも来るので、コメント来るとさらにフィードが上がるんで朝早い方がいいです。あ、なるほど。 Facebook の方なんかおはよう活動っていうのがありますよね。一時期めっちゃ流行りました。 Facebook は自発投稿ってできるんですか？予約投稿とか Facebook はできないですね。できないですか？ Twitter もできない。アメブロはできますよね。アメブロはもともと実装されてます。